世界のトッププレイヤーたちが見せたスーパープレー。サックスブルーのサポーターはその技に酔いしれました。ジュビロ黄金期の象徴、魂のストライカー中山雅史をはじめ、 J1 史上最年少得点王に輝いた高原直弘、今夜はミスターエスパルス沢登正明がライバルから見たジュビロ歴代ベストゴールを発表。はということで今回は登さんが、はい、そうなんです、選んでくださった、はい、まあ、先週はね福西さんがねエスパルスやりましたから今年は、あ、今年はね、今回はね私がやらさせていただくんですけれども、まあ通算ね1574得点の中から3つのゴールを選ばせていただきました。厳選ですね。いやーすごかったです。疲れましたから期待が高まりますね。今回はじゃあこう本当に今日は気持ちよくこう座ってます。じゃあ1位からいっちゃいます。いやいやいや、ちょっと下からいきますよ、下からいきますよ、はい、3位からお願いします、はい、それでは3位からです、どうぞ。まあやはりあの中村俊輔といえばあのフリーキックというところの部分がフィーチャーされますけど、やはりこのゴールというのはすごく良かったです。まず一つポイントはまずミートさせること、これ左利きなので左から来るボールというのはミートさせやすいんですけれども、右から来るボールってミートさせづらいんですよ。もう一つのワンポイントしか点がないので合わせることの難しさもあるし、しかもシュート回転がかかっているという正確さ、それからあのボールスピードというものがね非常にこうあった。まあこれはやはりこうたくさんボールを蹴ってるっていうその成功体験から、あ、この時にはこうやって蹴るんだっていうところがね、このゴールの中で、まあ、中村俊輔のセンスというものがこう現れてるのかなという中で、あの3位とさせていただきました。どうでしょう。いや本当にこれは俊輔らしいなと思います。そしてしかも結構こう重圧を背負った中でのプレーだったんで、俊輔が来たから何とかしてくれるみたいなね、そこの中の得点だったんで僕もこう印象深いですね。やっぱりどうしてもねフリーキックっていうイメージがどうしても強いんですけど、はい、まあ、フリーキックと同様にね、やっぱりそれだけこう球数蹴ってるっていうところが、まあ、この場面ではこういうシュートとかっていうイメージがつきやすいんですよ。だからといってね、あの決まるかってそんなことないんで、そういう決める能力とかの、まあ、高さっていう部分もすごく素晴らしい選手だなと。だってもう決まる前からと走ってるってことはもうね、蹴った瞬間に入ったと思ってんですよ。確信してるんですよね。はい、大体ねそういう感じなんですよ。どうですか。いやなんか上から見るとボールのなんていうか弾道っていうんですか、もうちょっと曲がってる感じとかすごいんだ、まあ、あの位置に蹴れたらキーパー取れないですよ、はい、それぐらいねすごい。予測してても取れない。いや取れないと思いますよ、そこに行ったら。そうなんだ、素晴らしいゴールでしたね。素晴らしいです、うん、じゃあ次行きますか。お願いします、はい、どうぞ2位です。まあ、これはねあのダービーのところの得点なんですけど、まあ、見て一度見てください。はい、このパスからのこのシュート、まあ、これ奈良美が出してるんですけど、まあ、これ条件判断ですよね。ボールを受けるときに一回こう中を見てフックアップしてるんですよね。で中を出すぞと見せかけといて見てください、これアウトサイドで出してるんですよ。まあ、中見てます、ね、そうするとやっぱりディフェンダーは中のところ動くんで、その逆をついてアウトサイドで、まあ、キーパーが出れないところにピンポイントに出してる、これは七海のすごさですよね。それからもう一つはスキラッチ、これね得点する前 よく見ててください。キーパーちらっと見てるんですよ。 見ながら出どころを見てちょっとこうコースを変えてる、これねなかなかできないんですよ。真上からボール来てるのをこの正確にコントロールして最後フィニッシュに捉えるっていうところができないんですけど、まあ、これが世界のスキラッチですよ。どうでしょうかこれ。すごい、これはめちゃくちゃうまいですからね。まあ、さらに番外編ですけど、これ福西さん覚えてますか。いや覚えてますよ、鮮明に鮮明に。おお、これちょっと説明してもらっていいですか。はい、もうこの時っていうのは、まあ完全優勝したくて、そしてセカンドステージ勝ったら優勝っていう状況だったんですよ。
金沢城がここで振られたけどスライディングしろって俺叫んで残ってるんですよこれで、こぼれてくれたらいいなと思って残ってて、そう こぼれてきたんで、おどうしようか、ちょっと右足で持っていこう、 あそこいいなっていうところにね、思い通りに行ったシュートです。確かに。で、左に行く気はなかった、左に行く気はなかったですね。ちょっと相手もちょっと体重こっちに乗ったんで、左に。まあそれだけ相手の状況を見ながら、まあ、切れ込んでってのこのシュート、はい、まあ、素晴らしい、思い通りのシュートです。はい、なかなかそういうとこないですよね。福はそういうタイプじゃないもんね。はい、適当に言ったら入るタイプなんです。これは狙ってやりました。でもやっぱりこの頃のジェビロってやっぱり素晴らしかったです。そうですよ、かったですよね。はい、回数多かったですね、その点取る回数とか。まあ点取る選手もね、はい、なんかこう決まって必ず取るし。はい、これもう一個ないですかね、番外編。お、これね、あの、まあ、我が常葉大学コーチなんですけど山西あれね、これあの前日に同じところからフリーキックを蹴って、はい、まあ、現あの鈴木監督にもう明日あるからやめろって言われたらしいですよ、蹴る。そしたら同じ場面であって同じ歩数同じ角度に決まったらしいんですよ。そういうことってあんまないじゃないですか。あんまりないし、本人が一番喜んでるんですよそうですね。で、前日の練習も比較的山西が蹴る機会って少ないんですけど、こういうことあるんじゃねえかっていう練習もしてて、数多くのプレスキーカーがいましたよね、ジムね。なのでそんな機会もないのあそこで決めたっていうのはすごい勝負強さだと思いますよ。人生の中で似てるそれぐらい重要なゴールを決めたというところですね。ナイスゴールでした。はい、そして第1位いきましょうか。いやいや、あの男の熱いゴールです。どうぞ。まあやはりこの人なくして語れないんじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりね、魂のストライカーですよ。特にこのチャンピオンシップの第一戦のこのクロスからのこのゴール、これはもうワールドクラスです。おー、それぐらい素晴らしかった。じゃあどこが素晴らしかったというと、まず一つは安藤のクロス、これよく見てほしいんですけど、アウトサイドで出してるんですよ、この場面で。基本的には仕掛けながらこれ抜くんじゃないかなってディフェンス思うんですよ、右利きなので、はい、だけど、まあ、少しコースを切られてるっていう状況だったんで、あえてそのままアウトサイドで蹴ってるんですよ。これはディフェンスは対応できないです、絶対に。できない。こんなプレーなかなか見ませんよね。それともう一つはやっぱりこうゴンちゃんのね、やっぱりこの嗅覚、このクロスに対して怖いと思うんですよ、ゴールキーパーが出てくるんじゃないか、はい、でもそれを恐れもせずにここに飛び込む、それからここを決めきる力、まあ、持ってますね、この男は、うん、これは試合しててもちょっと鳥肌立ちましたね。いや、これ相手チームでしたけど、なんじゃこれっていうぐらいすごかったです、はい、もうこの2人だけのなんかフィーリングがピタッと合ったような。いやいや、合わないとこれ無理ですよ。だってこのタイミングで上げてくるって普通は思わないですから。安藤さんのこの勢いのままっていうか、歩幅のままパンと蹴ってるんで、ディフェンスってこう蹴る振りで蹴られるとこう、はい、待ち構えるんで、まあね、あのファーストステージは安藤はエスパルスにいましたから。そうですよね。その中で我々もね、彼のあの得意なものって知ってるんですけど、はい、まさかここでアウトサイドで上げてくるとはっていうのが先週ゴール決めてるシーンありましたもんね、エスパルスで。だから彼はこの年っていうのはすごい活躍しましたよね。いや、すごい。まあそれぐらい、すごかったなという印象ですし、やはり強い時のジュビロというものがなんかこういうシーンでも現れてるのかなと思いました。まあ、非常にこう楽しかったです、ね、はい、楽しかったですよね、はい。まあ、2週にわたってエスパルスジビロの歴代ベストゴールを紹介しましたが、これをさらに上回るゴールを今シーズン期待したいですね、はい、期待したいですね、はい。